県内の多くの学校でまもなく新学期が始まるのを前に、兵庫県の斉藤知事は今日県立学校の一斉休校は行わない考えを改めて示しました。兵庫県の斉藤知事は今日の会見で新学期の開始にあたり県立学校の一斉休校は行わない考えを示した上で、学校内で複数の感染者が発生した場合は学級や学年単位で 臨時休校を判断すると説明しましまた生徒さんのやはり学びの場であったりとか、やはり学校生活っていうものは、生徒同士のですね、まのコミュニケーションを通じて、さまざまなやはり成長する場でありますので、例えば兵庫県全体で衛生休校というものは、臨時休校は今の時点では行わないというふうに考えております。その上でで学校生活で 不織布マスクなどの着用など感染対策の徹底を求め宣言期間中の部活動については公式戦を除き活動場所を校内に限定修学旅行は原則として実施せずキャンセル料が発生した場合には補填を検討するとしています。 また、県は飲食店でマスクの着用を促す啓発ポスターなどを新たに作成し、店舗での活用を呼びかけています。一方で、尼崎市の教育委員会は今日感染の急拡大を受けて、私立の小中学校の夏休みを5日間延長して、当初、あさってとしていた始業式を今月30日に、 延期すると発表しましまた今後も感染状況によっては分散登校や臨時休校の可能性もあるということです。